公表伝は、精神の具広氏が編纂した、呉の歴史書である。旧東女、慶跡史に、公表伝五巻具広氏選とある。早く散逸したため、真の和に春が終本を編し、玉箱三房集一社補編に収載されている。成立年代は明らかでないが、作者の具広氏は、落葉において死去したとの辞書の記載があるため、具広氏の没年は、 落葉疾患の栄華5年以前で、公表伝の成立もこれ以前である、可能性がある。南渡るの後、具広氏のこの恐れ没が、元御門に公表伝を献上した。御事乗りして秘書に増したという。記載の範囲は、孫賢の時代から孫公の知性までにわたっている。個々の人物の伝記的な記述もあるものの、支配者である孫氏の自責が圧倒的に多いため、 人物伝というよりは、孫悟政権の自責を変年体的に記述したか、個々の事件について、記事本末体的に記述したものである可能性がある。また、呉の支配者を、孫権、孫公などと意味なで呼び捨てている一方で、義の支配者については、孫公、気文帝など継承で呼んでおり、孫悟政権を記述の対象としながら、正当な政権とは認めていない不死がある。 また、太平五乱、四季正義二に引く一文には、右行について、知識的に記述したものもある。いずれにせよ、一文の収集すら、まともに行われたことがないため、書物としての全容は全く不明である。敗称氏は、本書を、らなれど、上眼ありと表している。ありがとうございます。